カーニバルクルーズラインはアメリカマヤミに本拠を置くクルーズ会社。カリブ海を拠点にカジュアルクラスのクルーズを行う会社でカーニバルコーポレーションラインの中心的存在である。カーニバルクルーズはカジュアルクラスのクルーズ船を運航しており、ファンシップをキャッチコピーとしているようにお祭りムードを最大限に押し出しているのが特徴で若年層のカップルやファミリーを客層にしている。 エンターテイメント大国のアメリカを代表するクルーズ会社の一つであり、安価ではあるが、サービスや食事にも定評がある。3泊4日、4泊5日など短めのショートクルーズ、一般的な7泊8日の設定もある。運航海域はカリブ海を中心にアメリカ東海岸、西海岸、ハワイ、地中海、北欧、オーストラリアなどがある。2018年から、 元 NBA 選手のシャキール・オニールがカーニバルの CFO に任命されファンシップの広告党となっている。2018年の世界クルーズ人口の22%のシェアを占め世界最大だが日本での知名度は低い。2019年現在、カーニバルドリームクラス、カーニバルコンクエストクラス、カーニバルデスティニークラス、カーニバルスピリットクラス、カーニバルファンタジークラス、 カーニバル XL 級から構成されており、現在カーニバル XL 級のマルディグラを建造中である。カーニバルファンタジークラスより小型で古い1980年代建造のカーニバルホリデークラス、トロピカールや、さらに古い中古改造船はすでに多船車移籍、売却される通して淘汰された。白い船体に赤と青に塗り分けられた T 字型の煙突が特徴で、 一目で同社の船だとわかる。近年のクルーズ専用船は、船体にティッシュボックスを乗せたような形状と、形容されるが、同社の船体は特にその特徴が際立っている。船としての性能特に高天時のしのげなみ性には問題があるが、同じ排水量で優勝スペースを最大化できる、設計のため収益力は極めて高い。世界初の10万トン客船を就航させたり、 世界で初めて客船にアジポットを使用したりと革新的なアイデアを採用している会社であるが、RCI が仕掛けている大型化競争には付き合わず、デスティニー級、スピリット級等の大量配備に努めてたが、XL 級から大型化にシフトしている。同社の設計を参加のコスタクルーズやコランドアメリカラインでも踏襲することで建造コストを引き下げることに成功している。 ホリデーでは本物のバスを船内に入れてバス停周辺の情景を再現していたがそれ以降の船でもホリデーほどではないが船にテーマを設けそれに乗っとった内装を施しているのが特徴である。マルギグラからは今までのカーニバル船のコンセプトをガラリと変えてきた。コンセプトはいわば洋上のラスベガスであり乗船料金の安さをカジノを筆頭とする。 船内施設からの収益で補うビジネスモデルを取っている。どの船もガラスや原色を多用したインテリアでプールサイドに設けられたウォータースライダーもブランドをイメージつけるアイテムである。客室のカテゴリーは少ないがスタンダードでも17平方メートルとクルーズ業界では最も広い。2020年8月に就航する18万トンクラスのマルディグラは 世界初の戦場にジェットコースターを搭載する船となり注目を浴びている。マルディグラにカーニバルの冠はつかない。カーニバルファンタジー、インスピレーションは2020年7月に売却され、カーニバルファシネーション、イマジネーションは長期休止となった。2020年8月21日、2022年の50周年に合わせて完成する。 エクセルクラスの新しい船の名前をカーニバルセレブレーションと命名することを発表した。カーニバルクルーズラインは1972年にテッド・アリソンによって設立されました。アリソンはこのベンチャー企業の資金調達のためにボストンに拠点を置くアメリカンインターナショナルトラベルサービスを所有していた友人のメッシュラム・リクリスと協力した。アリソンとリクリスはいつの子会社として 新会社を設立し、いつは、この新事業のマーケティングとプロモーションを行うことになった。1974年、規制上の問題により、リクリスは、いつの持ち分を1ドルでアリソンに売却したが、多額の負債をアリソンが引き継ぐことを条件とした。この分割により、アリソンは、独立した旅行代理店との新たな関係を築くことが可能となった。 アリソンは楽しいことが好きな若い人たちをターゲットにクルーズを宣伝した。このビジネス戦略は非常に成功した。カーニバルクルーズラインズは1972年カナダパシフィックラインから購入した旧大西洋横断定期船マルディグラでマイアミからの出港を開始した。カーニバルは新しいロゴのために緑色のカナディアンパシフィックのカラーリングを採用し、 現在のように赤、白、青に色を変えた。1975年には、カナダパシフィックラインの元客船を買収し、カーニバーレと改名した。この2隻の船の成功により、1978年には3隻目となる TSS、フェスティバーレを買収した。3隻の船の成功を受けて、カーニバルはライバルのマイアミのクルーズラインに対抗できるように、 新造船を建造することを決めた。1982年にカーニバルは最初の自社船トロピカルを発表した。この船はカーニバルクルーズラインのデザイン協力者となるジョー・ファーカスによってデザインされた象徴的な翼のあるファンネルが導入された最初の船であり、それ以来艦隊のすべての船に使用されている。1984年カーニバルはこの時期に 新たなテレビマーケティングキャンペーンを展開し、キャシーリー・ギフォードを主演に迎えた。トロピカルの成功とマイアミでの新造船との競争激化を受けて、カーニバルは1985年に、ホリデー、1986年に、ジュビリー、1987年に、セレブレーションを発注した。1990年からカーニバルは人気のファンタジークラスを導入し、ファンタジーを皮切りに、 1998年にクラス8番目のパラダイスで完成した。完成したファンタジーは当時としては最大級の船であり、会場で最大のアトリウムを備えていた。1993年、カーニバルは古い中古船の処分を開始し、最初の船であるマルディグラを21年間の就航の後に売却しました。カーニバルは同年、 カーニバルの子会社として新たに設立されたフィエスタ・マリーナ・クルーズに引き継がれました。1996年にはデスティニークラスが導入されカーニバル・デスティニーが就航しました。デスティニーは10万戦 GT で当時世界最大の客船となり10万トンを超える初の客船となりました。デスティニークラスのプラットフォームは2008年のカーニバル・スプレンダーに至るまで 様々な改良を重ねて使用されてきました。1996年には、中古船の最後の一席、フェスティバーが引退した。1998年、ファンタジークラスの7番目の船であるイレーションは、現在では、ほとんどの新しいクルーズ船に採用されている、革新的なアジポット推進装置を搭載した、最初のクルーズ船となった。 パラダイスも1998年にデビューし、デビュー当時初の完全禁煙クルーズとなった。2001年、シンパナマックスサイズのスピリットクラスがデビューし、カーニバルスピリットは、スピリットクラス4隻の最初の船となりました。同年、当時の社長兼 CTC のロバート H ・リッキンソンは、BBC のドキュメンタリー、バックツーザ・フロアに参加し、リッキンソンは、 カリブ海の MS イマジネーション号の最下層の乗組員としてルーマニア人の清掃員アリナの下で働いていたことを話した。2002年10月、カーニバルは P&O プリンセスクルーズを35億ユーロで買収した。2001年、カーニバルは最初の心臓船である1982年建造のトロピカルをコスタクルーズに譲渡しました。 その後の10年間、カーニバルは他の1980年代に建造された船の売却や譲渡を続け、2004年にはジュビリー、2008年にはセレブレーション、2009年にはホリデーが建造されました。2004年、カーニバルコーポレーションは、カーニバルの新造船の開発プログラム、ピナクルプロジェクトを開始し、当時世界最大のクルーズ船となっていたであろう20万。 GT のプロトタイプの建造を呼びかけました。この船はキャンセルされたが、その後、ネクストジェネレーションと呼ばれるプロジェクトを開発した。2009年、カーニバルは当時の最大の船である 128,000GT の新造船カーニバルドリームを発表しました。カーニバルドリームは2009年9月21日に就航した。地中海での数回の航海を経て、 2009年12月5日より、ポートカナベラルからカリブ海クルーズを運行することになった。姉妹船のカーニバルマジックは2011年5月1日にデビューした。2009年12月1日、カーニバルが3隻目のドリームクラス船を発注したことが発表された。2012年6月に就航し、現在ガルベストに就航している。2010年5月10日、 カーニバルは2012年の新しいドリームクラス船の名称をカーニバルブリーズに決定した。2012年10月26日、カーニバルが 133,500GT の新造船を発注したことが発表されました。フィンカンティエ l によって建造されたこの船はカーニバルがこれまでに建造した船の中で最大のものでした。新造船はカーニバルビスタと名付けられ、 2016年5月1日にイタリアのトリエステから諸女,女公会に出航した。2017年1月にはカーニバルアジアの CEO にマイケル・タムが就任し、中国とその周辺地域のオペレーションを統括している。カーニバル・ビスタの姉妹船であるカーニバル・ホライゾンは2018年4月2日にスペインのバルセロナから初公開で入港した。 クイーン・ラティファは同船のゴッドマザーであり、2018年5月23日に命名式を受けた。2019年12月11日、カーニバル・ビスタのもう一つの姉妹船、カーニバル・パノラマが、クルーズラインの機関として就航しました。パノラマは1998年の MS ・パラダイス以来、西海岸で初めての新造船となった。両船とも、カリフォルニア州。 ロングビーチから出港した。2018年2月、同社関係者は、メキシコのエンセナダでの大規模港湾開発プロジェクトを発表した。規制当局への提出書類の中で、同社は2020年7月31日時点で79億ドルの現金及び現金投下物を保有していると述べている。業界ニュースでは、これにより、 カーニバルは一隻も出航していない状況でも約1年間は運航を続けることができると推定されている。2020年7月26日、カーニバルファンタジーとカーニバルインスピレーションを売却し、カーニバルファシネーションとカーニバルイマジネーションは長期保管に移行することを発表した。11239相当10万1353。 総トン85,920総トン73,67総トン。ありがとうございます。